はい、皆さんこんにちは、のっつおでございます。ということで、今回もですね、ツイステとワンダーランドをやっていきたいと思います。今回からですね、こちらというか魔法作村のケルカロトの続きですけども、で今回からエピソード5の白熱ケルカロトということでやっていきたいと思います。前回ね、はエピソード4を終わらせましたと。はい、なんだっけ、なんかそのエペル君の家で見た写真に、あ、エペル君はこういうのだったんだみたいな、エペル君の写真だとみんな勘違いするんだけど、まあ実はそれ、あれだ、おばあちゃんの写真でございましたよっていうのでね、ちょっとみんな驚いておりましたよという話もありました。はい、まああれだ、歓迎会でね、楽器を演奏したり、まあいろんなことをしてましたよっていうのが前回でございましたと。はい、ということでやっていきましょうか。エピソード5、白熱ケルカロト、続きやっていきましょう。ケルカロト、この位置、懐かしいなぁ。これ、いつの時間なんだろう？なんかもう夕方みたいな話になってるけどね。朝方か？これもしかして。夕方じゃなくて。いや、でも夕方っぽいなぁ。大阪村ケルカロト会場、こっから24時間ソリでレースしまくるってことよね。いよいよレース本番だ。緊張するな。そうですね、ジェットさんは全然緊張してるように見えませんけど。おいセメク、さっきからずっと震えてるんだぞ。まだ寒さに慣れないのか。これは勝負を前にして気持ちが高まっているからだ。緊張してんじゃねえよか。エペル、こっちに来てごらん。なーに、おばあちゃん。これを着ていきなさいな。え、これおばあちゃんが着ていたケープ。どうしてこれを。子供の頃、お前はこのケープが好きだったね。私が着てる時にいつも嬉しそうに触っていた。そんなこともあったね。懐かしいな。このケープはアップルボアの伝統的な衣装で、私が縫ったものなんだ。これを着て何度もケルカロトに出場したものだよ。あ、経験者なんだ。なるほどね。エペルのばあちゃん、マッシャーだったのか。ええ、チームのリーダーだったんですよ。私が若い頃には100組以上のチームが出場していたけれど、負けなしでね。ちょっとした有名人だったんですよ。うふふ、お恥ずかしい。ずっと後になって私のチームをイメージしたテレビアニメが出てきたくらいなんですから。なんですと。そのチームってラブソリヒロインたちの麗しき霊嬢たちのまどろみのことでは。ええ、そうです。若いのによく知ってるね。つまりエペル氏のおばあちゃんはチームリーダーアイちゃんのモデル。ええ、ばっちゃんが。うひょー、拙者の推しキャラですぞ。写真ではだいぶこうなんか可愛らしかったもんね。サインくだされ、このラブストーリーガイドブックに、それとツーショットフォトもお願いしたく。おやおや、何ですか急に。エペル君のおばあさんがぬいぞりアニメのモデルだったんですね。なんて贅沢なロケ地巡りの旅、最高すぐる。本作村に来てよかった。レースで優勝していた時にいつもつけていたこのケープをエペルに着てほしいと思ってね。ゆうべサイズを合わせるために少し包帯し直したんだ。そうだったんだ、嬉しい。ありがとうバッチャー。あ、これが SSR になるわけや。なるほど。そういえば SSR で着てるあれがないなと思ったんだよ。あれってケープって言うんだ。うわー、とっても暖かくてポカポカする。サイズもぴったりだよ。刺繍されてるのはリンゴの実と花だね。すごく細かくて綺麗。ああ、とってもよく似合っている。あんなに小さかったエペルが、いつの間にかこんなに大きくなったんだね。ん？あっちゃ？
もしかして泣いてる？まさか、雪が反射して眩しくてね。両肩のブローチは雪の結晶でしょうか。とても美しいケープですね。何よりエペルさんの顔つきが先ほどまでよりずっと凛々しく見えます。レースにかける意気込みをが増したのではないか。来たー、まさにラブソリで愛ちゃんが着ていたケープそのもの。よく似合ってる、かっこいいよ。ありがとう、嬉しいな。エペルが喜んでくれて私も嬉しいよ。バッチャンってなかなかなもんだったな。アニメの題材モデルになってる人ってなかなかいないんじゃないか。そんな人がおばあちゃんっていうのもな。さあゴロにしっかり走ってきた。エールを送られたか、バッチャンに。頑張ってくるぜばあさん、俺は応援するだけだから。ケルカルト会場、レース開始30分前。いよいよだね。お前たち、根性入れて走るんだよ。開けたら、リンゴの木にぶら下げちまうからね。ひぃ。またエペルのばあちゃんがヘオ変したんだぞ。ひぃ、昨日よりもさらにすごいテンションなんですけど。レース当日ですからね。豊作村の誇りを背負って戦うんだ。わかったかい、エペル。うん、絶対優勝する。何が何でも優勝してみせるぜ。おい、あそこにロイヤルソードアカデミーの奴らがいるんだぞ。じゃんけんポン。勝った、イエーイ。やったぜ、これでレースに出られるぞい。選手になっちゃった。は、恥ずかしい。これで出場する4人が決まりましたね。じゃんけんで選手を決めているのか。随分と余裕のご様子。僕たちは必死に特訓や作戦会議をしたのに。私たちのチーム名はセブンドワーフス。選手は4人だけど7人揃って1つのチームですよ。おー平和だな。かーっぺ、またふざけたことを言っておりますわ。いちいち鼻につくやつだな。あ、ナイトレイブンカレッジの皆さん、こんにちは。今日はよろしくお願いします。ふん、お前たちには負けんぞ。レアンデイ、お前らなんか目じゃないぜ。ほら、グラン、そういうことを言うものじゃないよ。トリレース参加者はスタートラインに並んでください。みんな、スタート地点行きましょうか。やべえ、いよいよ始まるの？あんたたち、しっかり走ってきな。私たちはしばらくしたら、バスで先回りして、最初のエンドステージで、ステーションで待ってるからね。負けるなよ、お前ら。頑張って、無理はしないで。ありがとう、声援に応えてみせるよ。レーススタートまで5秒前。4、3、2、1、GO! 行くぞ！いいっすね、始まった。まあいろいろなことがあったわな。走馬灯のようにこう思い出される。北バックのこと。まだ2日目だけど、2ビーコン。いろんなもん食ったなーっていう記憶が、こうね。走馬灯のように蘇ってくんのよ、ストーリークリア。あの日の思い出をなくしたくない、そのために俺は走ります。さあこのおっさん、逃げ切りましょう。なんかいきなりピンチか。デッドヒートがっていう話かな。豊作村ケルカルト会場。おお、負けないぞー。こっちこそだっぜー。あ、グラント・エペルさんのソリが、いきなり全速力で飛び出しました。うわー、
リアルな熱血キャラって引きますわー。いや、冷静なんだ、冷静に。ペース配分を考えた方がいいと思いますが。これでこそレースだ。僕も続くぞ。今から24時間だってことを忘れんな。面白そう。まあでも休憩タイムはあるのか。ああ、ホップまで。豊作村レースコース。はあ、はあ、うわー、先が思いやられるな、これな。4人とも、あっという間に速度が落ちたね。簡単に追いついたよ。トップスピードで走り続けるのは、魔力も体力も消耗が激しいでしょう。グラン・ホップ、ちょっとペースダウンしましょう。なんかさ、思ってたのと違うぐらい緩やかやね。セブンドワーフスが速度を落としましたね。僕らどうしますか、エペル君。先頭になったからにはこのまま逃げ切りましょう。皆さん僕の後ろについてください。 1S に、隊列を組みます。先頭の一人を風を気にするんですね。スリップストリームというレーステクニックです。なるほど。ではエペル君とセベク君は先ほど全力疾走したので、僕が先頭を走りましょう。わかった。ジェード先輩の後ろに僕がつこう。いいね、この陣形。ビューン。おお、これはいい。前のソリに引っ張られているようだ。それじゃあ拙者は最後尾に。ジェットストリームアタック。ビューン。一人多いけど。うほう、こいつは楽ちん。ほとんど風を感じない特等席。最後尾が楽な分、先頭のソリは風圧を受けてぬいぐるみを動かす魔力を大量に消耗します。ですから先頭走者を次々に入れ替えなくてはいけません。しばらくは僕が皆さんを引っ張ります。しっかりついてきてくださいね。べし。ああ、ジェードさんがコースに飛び出していった。木の枝にぶつかった。べし。うわっ。べし。ブハキ。うわぁ、セベク君とイデアさんも。みんな。背が高すぎる。ここでそんな弊害が。確かにね、この3人でかいな、でかいなとかね。ベッドだけじゃなかった悩みは。コースの整備くらいしっかりしておけ。そんなことを言われたって3人が規格外なんだよ、規格外なんだよ。簡単に抜けちゃった。ラッキー。お先に失礼だぜ。あいつらに抜かれてしまいましたぞ。ビューン、ビューン。あ、他のチームにもどんどん抜かれちゃう。豊作村ケルカルト会場。10位に変動。1位がセブンドワーフス。アップルランタンズは5位に転落。エペルしっかりしな。ピンチだね。何かできることないかな。あんたにもやれることはたくさんある。あんたたち急いでエンドステーションに行くよ。エペルたちが来たら気合を入れてやるんだ。カーツ入れてやろうか。カーツ尻叩いてやるぜ。カーツストリクリア。このバリバリのこの戦いが始まるのかなと思ったら、やっぱこのレース中にもなんかネタ要素あったね。身長が高いからみんな枝に当たるっていう。そんなことがあるのか。そんなことは全然想像してなかったな。エピソード5のよう無理というもの。お、なんかこれリズミックないか。初めてだな。行こうか。やろうか。無理というもの。5の4無理というもの。大崎村レースコース。くそ、早く追いつかないと。うち。うわぁ！セベク君どうしたの？急に止まって。ぬいぐるみが壊れた。ええー、
リスじゃなかったっけ？本当だ。リスの足が発生てる。ああ、リスは耐久力が低いですからな。長時間の全力疾走は無理というもの。どうなのか？知らなかったぞ。言ってませんでしたっけ？まあなんだろう。いいように言ってリスを選ばせたからさ。言ってませんね。これでは走れても大幅にスピードが落ちるぞ。マリアがいるエイドステーションまであとどのくらいだ。まだ遠い。ちょっと待ってて、僕が塗って直すから。このポシェットの中に裁縫道具を用意してあるんだ。まず抜け落ちた綿を入れ直して、穴をコの字に塗って閉じて。お上手ですね、エペル君。自己流ですけど、穴を塞ぐくらいなら。子供の頃から走り回っていたから、よく服に穴を開けていたんです。あんまりにも頻繁だから自分で塗って補修したんだ。見た目はともかく丈夫さには自信がある。エペル、僕にできることはないか？特にないかな。しかし見てるだけというのも。よし、では応援してやろう。うれーうれーエペル、イデア先輩もやってくれ。なんで僕が？リスの特性を伝えなかったイデアさんのせいですから。僕も誠意を込めて応援しましょう。うれーうれーエペル君。うれーエペルシー。逆に集中できないからやめてもらえますか？こんな止まってて修繕してすんげえロスしてるけど大丈夫か？できた、治ったよ、セベク君。おお、僕のリスぐるみが元通りに。ありがとう、エペル。もう夜なんだが、リスぐるみって何？リスのぬいぐるみのことでしょう。セベク氏、結構あのぬいぐるみのこと気に入っているのでは？最初はリスなんか嫌だって言ってたのに。違う。喜んだのはこんなところでリタイアするわけにはいかないからだ。よし、今から巻き返そう。セブンドワーフスに追いつくんだ。1位に追いつこうだってさ。走ってんなー、めっちゃ。いいね。こんな感じなんだ。てか、リズミックにちょっと集中するから、全然後ろ見えないけど、疾走感あるな。思ったよりリスがちっこい。てかみんな速い。そうか、完成形なんて見れてなかったからな。ちゃんと見れてる。お、追いついてる追いついてる。ってことはロイヤルソードアカデミー結構のんびりこれ走ってたな。これ余裕かまして追いつかれないと思ってたやろ。めちゃめちゃ追いついてるやん。てか抜こうとしてる。お、完全抜いたやん。やるね。え、もう最終？ちゃうわ、エイドステーションか。あ、来た、豊作村レースコース。だいぶレッドヒート繰り広げられていったな。というか、あんなにロスしてたように見えたのに、こんな一瞬で追いつくんだ。だいぶ頑張ったんだろうな。皆さん、エイドステーションに着きましたよ。トリオを降りて、監督生さんのところに行きましょう。セブンドワーフスとはほとんど同着だったか。いやいや、割とでも、いい勝負してるね。こにゃ、みんな着いたのどんな感じ？いいだよ、アップルランタンズに抜かれちゃった。なかなかやるぜ。うん、さすがです。後半も頑張らないと。はい、これ。あれ、なんだっけ。お給食だね。ありがとう、トービー。
トップとはやるじゃないか、あんたたち。女王だけだよ。この調子でぶっ飛ばしな。気を抜くんじゃないよ。うん。でも、ちょっとトラブルがあったんだ。セベク君のぬいぐるみが壊れちゃって。なんだって？僕が応急処置で補修したんだけど、おばちゃん見てもらえない？わかったよ。セベク、ぬいぐるみを貸してごらん。ああ、これだ。大丈夫か。どれどれ。おお、きちんと縫えてるじゃないか。暗い夜道でよくやったね、エペル。助かったぞ、エペル。マジファインプレー。念のために補修をするからちょっと待ってな。すまない、マリア殿。頼んだぞ。おや、マリアさんを呼び捨てにするのはやめたのですか。僕がここまで走れているのは、マリア殿が作ったリスぐるみのおかげだからな。立派な御神だ。敬意を持って接するのは当然だろう。今まで無礼だったけど、無礼だったって話になってくるけど、大丈夫か？でもいいね。その、認めた人には、ちゃんと敬意を払うってのはなかなかできないことよ。極端な人ですね、セベク君は。水臭いね、セベク。マリアでいいさ。いいんだ。いつの間にか本当に仲が良くなっていますね。To be continued。 なんかいいもん見れたな。ストーリークリア。ザゴの5、一口で食べろ、行こう。いやー、楽しくなってきた。でもさ、この8ステーションまでに2でついてたらもしかしたら最終ね、あったけど、エイドステーション中間で1位取っちゃったら、これ展開的にどうなんだろうっていう、ちょっと不安になってきてるわ。5の5、一口で食べろ。豊作村レースコース。ナイトレイブンカレッジの皆さん、お先に失礼します。戦闘なんて、は、恥ずかしい。おい、セブンドワーフスが出発しまったんだぞ。よし、リスの補修が終わったよ。さっさと出発しな。よし、監督生さん、用意しておいた補給食をちょうだい。これだよ、ゴールで待ってる。はい、ゴールの、ま、ゴール前で応援しますね。ありがとう、4人揃ってゴールするからね。バランストップでいくぞ。期待しているよ。皆さん、急ぎましょう。休憩時間もそんなになかったな。なんとか再出発できましたね。先に出発したセブンドワーフスに早く追いつかなくっちゃ。皆さん、ソリを走らせながら食事をとりましょう。僕のサンドイッチはスモークサーモンをパケットで挟んだものだな。あ、それは燻製じゃないよ。サーモンの塩漬けなんだ。生のサーモンを塩、砂糖、胡椒、ディルっていうハーブで漬けて何日も熟成させているんだよ。昔は塩漬けにしたサーモンを砂浜に埋めて発酵させていたんだって。僕のはバターソテーしたキノコのサンドイッチです。キノコはアンズだけですね。パンはあらーひきのライ麦を使ったブロード。穀物がたくさん練り込まれていますよ。穀物はひまわりの種、かぼちゃの種、大津朝の実、ごま、朝の実かな、これちゃうよね、なんて言うんだろう。僕のは生ハムとチーズのサンドイッチだ。片手で食べられるから効率的だね。僕の補給食はパンケーキだ。丸じゃなく四角いパンケーキというのは珍しいですね。この辺りではフライパンじゃなくてオーブンでパンケーキを作るんですよ。僕の家では暖炉で焼いていました。プリンみたいにトロトロの食感なんです。というか、よく走りながらよくそんなサンドイッチの感想とかいうか、入ってるものの中身を説明できるな。のんびりしてる暇はないぞ。みんな一口で食べろ。そうだね、いただきます。
わ。おい、大事なレース中にあくびとはなんだ。たるんでいるぞ。は。セベク君もしましたね、あくび。眠くなるのも仕方ないよ。一晩中走ってるんだから。でもレースも終盤、もうすぐ夜明けだ。エイドステーションでももらった補給食も食べてから随分経ちましたね。ああ、腹が減ってきた。まったくです。我慢してください。ゴールはすぐそこです。まだ先行したセブンドワーフスの姿が見えません。どうしますか？どうぞ追いつきたいですね。フィードを開けましょう。ビュー。エペル、テントの風よけ役を変わるか。まだ大丈夫だよ。あと10分くらいしたらお願い。わかった。あれは、おお。どうしたのセベク君。いきなりソリのスピードを上げて。さっき変わらなくて平気って言ったばかりなのに。どういうこと？多分見えたんじゃないか。って、いうか僕のソリに突っ込んでくる？どけ！ドッカーン！うわあ！くっ！あ！セデク氏がソリをぶつけてエペル氏を弾き飛ばしたぞ。何するのさ、セデク君。よっすん。ああ、木が倒れてきたってことか。まあ、さっきまでいた場所に木が倒れてきた。どうか、セデク君はソリをぶつけて僕を助けてくれたんだ。陶器の山では雪の重さで陶器することも珍しくないですからね。荒っぽい助け方。ありがとう、セベク君。でも大丈夫か？あれ、セベク君？セベク君はどこ？大丈夫か？ To be continued。レースどころの話じゃねえんじゃないのか、これ。ああ。人助けしてるわけだからさ。命の危機もあったわけや。レース中止。レース中止でいいんちゃうんか。ああ。はい、ということで今回ここまででしょっか。まあ、もう後半戦かな、レースは。まあ次回もしかしたら終わるかもしんないけど。なんか前半戦最初はね、こう、のんびりスタートして逆要素もあったんだけど、後半ちょっとこう、これ一口で食べろ、この後、セベクがどうなったのかって話だわな。あとはマリアさんがね、マルヤ殿とか言い出して何事かとか思ったけど、敬意を称する人というか敬意を払う人間だと認めたわけだ。でもマリアでいいさーとか言ってたな。なるほどね。はい、ということで今回ね、ここまでしたいなというふうに思います。チャンネル登録と高評価お願いします。それじゃ。